リスのナトキンのお話は、ビアトリーク・スポッター作のピーター・ラビットの絵本である。リスのナトキンは、兄弟やいとこと共とに、湖のそばの森に住んでいた。毎年秋になると、リスたちはイカだを作って、湖の中に浮かぶ島に出かける。そこにはブラウン・爺様という年寄りのフクロウが、住んでいるため、リスたちは手土産を持って行き、好みを取るための許しを求めるが、 ナトキンだけはブラウン爺様を挑発するように謎をかける。しかしブラウン爺様はナトキンを無視する。リスたちは好みを取って夕方には家に帰り、次の日も別の手土産を持って島にやってきた。そしてブラウン爺様に好みを引き続いて取るための許しを求めるがナトキンは相変わらず無作法な行動を取り、 好みを集めることもしない。そのようなことが続き、リスたちが島に通い始めて6日目、ますます無作法な行いをするナトキンはそれまで何もしてこなかった、ブラウン爺様に飛びかかる。その結果、ナトキンはブラウン爺様に捕まってしまい、ブラウン爺様の家の中で皮を剥がされそうになる。しかし暴れて、尻尾が切れたためかろうじて逃げ出すことができた。 今でもナトキンに謎をかけてやると、ナトキンは相手に棒をぶつけたり悪口を浴びせたりする。ありがとうございます。